市畑電車の角森駅の南、東側に来ています。市畑電車は急行電車を運転しますので、交換駅では通過信号機まで含めて、準備がされていますので、信号がまあまあ賑やかです。現在2番上り場内進行、1番上り場内停止、2番の、上り通過信号注意です。なぜここに来たかというと、宍道湖が綺麗なんですね。まもなく電車が参ります。出雲市行きの電車が参ります。市畑電車川戸駅、
畑口駅です。おお、市畑薬師に行くのは1日3本になっちゃったんですね。このようにダブルクロスがあってスイッチバック構造の駅になっているということになります。まもなく上下線の電車が参ります。列車交換です。ダブルクロスポイントの、奥側の方はスプリングポイントなんですが、手前側は、手前側というのは、松江と出雲市の方ですね。起点側の方は、転換式のポイントになっています。これはスプリングにしなかった理由としては、ここで折り返す電車が設定できるということだろうと思います。今、通常ダイヤではありません。上がるんですね。すぐ出雲市行きも発車いたします。本来時刻表上は同時発車です。今ポイントが動きました。出雲市行き発車です。あ、ポイントも動きました。往来です。市畑電車の、市畑口駅ですね。スイッチバックの駅です。市畑口駅、ここから市畑薬師まで、廃線跡が残っております。バスは今あるのかな。右の方に電車線の終点が見えています。終端部ですね。ここから道路がそのまま廃線跡、市畑薬師方面ということになります。一旦停車。市畑電車は市畑薬師にお参りに行くための、鉄道として開業したということで、ここのこの道路の後に線路が市畑薬師に向かって、あったということなんですが、戦争中に、不要不急の路線ということで鉄を軍に供出するように、言われて廃線になったという経緯がございます。もう多分他に何も
痕跡は残ってないんでしょうね。この一直線の道路が廃線跡、これだけですね、多分残っているのは。バス停は立ってますね、やはり。信号進行、一畑薬師とかいう看板が出てきましたね。もう少し先です。大ボックですね。市の方まで行くのは初めてです。めったに車で来ることはございませんので。お、千葉田市左と出ましたね。ということはこの辺りに駅があったっていうことなんでしょうね。ここまでで電車は終わりだったんだろうと思います。